オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットは、ウォルト・ディズニーらによって生み出されたウサギのキャラクターである。1928年に権利が、ユニバーサル・ピクチャーズの手に渡ったことから、ディズニーは、新たなキャラクターミッキー・マウスを作った。2006年には、オズワルドの諸権利がユニバーサルから、ウォルト・ディズニー・カンパニーに返還された。ウォルト・ディズニーとアブ・アイワークスは、 当初映画プロデューサーで配給業者でもあるチャールズ・ミンツのもとで実写を織り混ぜたアニメーションシリーズアリスコメディを制作していたが、作中のキャラクター、ジュリアス・ザ・キャットが漫画家パッド・サリバンのフィリックス・ザ・キャットの模倣であったため、サリバンからの抗議を受け、やがてシリーズの人気も下火になったことから、ミンツの指示で新しいアニメーションシリーズを企画しなければならなくなった。そこで二人は、 実写なしのフルアニメーションの制作に乗り出す。キャラクターを想像するにあたって、ウサギの案が、浮上、また親しみの持てる、丸みのある絵柄を追求していく中で、オズワルドが誕生した。ウォルトの尽力によって、第2作目、トロリトラブルズ、トロリートラブルズから大ヒットし、全26作品が制作されたが1928年2月、配給先のユニバーサル、 ピクチャーズと制作費に関する交渉を行った際、所有権がユニバーサル側にあることを突きつけられ交渉は決裂。さらにチャールズ・ミンツによる従業員引き抜き工作によってオルトとアブは作品を放棄。オズワルドに関するすべての権利に加えて、有能なアニメーターを手放すこととなったが、スタジオを支柱に守ったことで、その後、世界で最も有名なネズミのキャラクター。 ミッキーマウスを作り上げる。ウォルト撤退後は、ミンツの義理の関係であるジョージ・ウィンクラー、さらに1929年からは、ウォルター・ランツによって制作が続けられたが、皮肉にも後に、ウォルトが制作したミッキーマウスシリーズに報復を受ける。結果となり、ユニバーサル・ピクチャーズによるアニメ作品のヒットは、1940年にランツ、ラによって制作された。 ウッディーウッドペッカーシリーズまで待たねばならなかった。2006年2月、ウォルトディズニーカンパニーは、参加の ABC のスポーツ実況アナウンサー、アルマイケルズの NBC 遺跡と引き換えに、NBC ユニバーサルからウォルトが手掛けた全26作品の変換に成功、晴れてディズニーキャラクターに加えられることとなった。トロリートラブルズ公開当時のポスター1927年から、 制作が開始され、全26作品が、サイレントで作られた。第1作、かわいそうなパパ、プアーパパは、未公開に終わったが、第2作である、トロリートラブルズ、トロリートラブルズが公開されるや人気作品となり、ディズニーは資金を注ぎ込んで、作品制作に励む。しかし、配給側から支払われる金額は一向に、上がっていかないため、1928年2月、 ウォルトは結婚3周年記念のニューヨーク旅行を兼ねて配給先ユニバーサルピクチャーズに制作費値上げ等契約交渉に出向いたが先方から返されたのはオズワルド等の判権は全てチャールズ・ミンツとユニバーサルピクチャーズに所有権があるため勝手な作品作りは認めることができない加えてさらに制作費を下げなければアニメーターを引き抜くとの答えだったあげくに ミンツによって秘密裏に行われたディズニーカンパニーからの従業員引き抜き工作によって3月に帰ったウォルトが目にしたのは空席だらけのスタジオと引き抜きを断ったアブアイワークスとその助手の2人のスタッフだったその後3人は昼間には契約上8月までに制作しなければならない4本のオズワルド作品を制作する一方で夜になると 会社の再建をかけて密かに新たなネズミのキャラクター、ミッキーマウスの制作に取り掛かった。この、オズワルドの苦い経験から、これ以降ウォルトディズニーカンパニーでは、ミッキーマウス保護法とも揶揄される非常に厳しい、半権管理体制が敷かれることになる。この時のオズワルドのデザインは、全身が黒く、初期のミッキーの鼻を縮めたような丸顔で、ミッキーの耳を伸ばし足を大きくしたような姿を、 している。作品全体では、ストーリーや細かいギャグのアイデア等、後年のミッキー作品のモチーフを多く見出すことができる。また、作中、アニメーションの文字を操って道具にして使う、サイレント作品ならではの演出や、自分の耳や足、首その他、身体の各パーツは適宜取り外すなど、独自のユーモラスな描写も取り入れられている。1928年に、 ウォルトの契約が切れると、ジョージ・ウィンクラーが制作の中心となり、ディズニー・カンパニーから引き抜いたアニメーターらで制作が継続された。1929年制作のヘンフルーツ、ヘンフライトで、オズワルド作品上初めてのトーキーを実現させた。しかしユニバーサル・ピクチャーズ設立者であったカール・レムリは、このような制作体制は認めず、まもなく、 ユニバーサル・ピクチャーズ直営の体制に変換させた。1929年、カール・レムリからの指名を受けた、ウォルター・ランツはこれ以降のオズワルド作品の制作に携わった。しかし、オズワルドのキャラクターデザインは、当初のデザインをベースにしながらも変更が加えられた。表情を鮮明にする糸から頭を大きくして、頭身が低くされ、人間の子供の立ち姿のようなスタイルとなり、 黒い楕円だった目には三角のスリットが入れられた。また衣装を身につけるようになり、普段の姿も半ズボン、白手袋、靴とミッキーマウスを意識したかのような姿となる。さらに1935年以降は自然な形を重視するため、ステレオタイプなウサギのキャラクターへと大幅に改変され、ディズニーやアイワークスらが創作したオズワルドのキャラクター造形とは、 完全に異なる姿に移行する。結局、こうした改変が観客の不評を買ったことや、ランツが自身のオリジナルキャラクターである、ウッディ・ウッドペッカーやアンディ・パンダで人気を確立したこともあり、1943年を最後にオズワールド作品はついえることとなった。2004年から2005年にかけて、日本ではクレーンゲームの景品やキューブリックとして、 1935年以前のウォルター・ランツ時代のデザインのオズワルドが商品化された。2008年にはウォルト・ディズニートレジャーズシリーズの一つとして DVD 化され初期短編のうち13作品が収録。その後は初期短編がディズニーチャンネルで放送されることがある。2010年から2012年にかけて開催された東京ディズニーランドの春季イベント。 ディズニー・イースター・ワンダーランドに、オズワルドをデザインしたフロート車が登場した。2010年のゲームソフト、ディズニー・エピック・ミッキー、ミッキー・マウスと魔法の筆では、ミッキー・マウスと初共演を果たし、続編の、ディズニー・エピック・ミッキー2時2分津の力では、プレイヤーキャラクターの一人となっている。2013年公開の、アナと雪の女王と、同時上映された、 ミッキーのミニー救出大作戦に数秒間ながら出演、変換後初のアニメーション作品への登場となった。2014年4月2日から2015年3月31日まで東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロント内にあるケープコットでキャラクターグリーティングを開催。全世界のディズニーパークの中で初お目見えとなった。ディズニーチャンネルで放送中の短編アニメーション。 ミッキーマウスにゲストキャラクターとして出演している。2017年6月23日にアメリカで初放送、後に日本でも放送された。26作品のうち7作品が行方不明となっていたが2018年に行方不明作品の一つ、ネック・エヌ・ネックの家庭映写基盤フィルムが日本のアニメ史研究家、渡辺康史の所蔵品から発見された。 フィルムは神戸映画資料館で保管されている。1927年に制作された第二作で大ヒットした。オズワルドはトロリーの運転手として登場する。線路の幅が変わるのに対しトロリーの車幅がそれに応じて変化し、また牛が線路を塞いでいるのに対し電車が下をくぐって前進するなど、初期のミッキー作品でも登場するユーモラスな動きがすでに随所に現れている。 ありがとうございます。